皆さんこんにちは、ケンです。今日はマルハチコウキさんの商品紹介になります。提供いただいたのは IWA1 っていう横置きのメンテナンススタンドになります。こちらはですね、主にカーボンフレームに対応しているメンテナンススタンドになります。重量は約 2.4kg、片手でも持ち上げれるぐらい軽いです。ですが、ここの4点でしっかりと地面に接して車体が倒れないような仕組みになっております。さらにはここの金属の部分にタイヤが乗っかりますので、こういう室内などでも汚れたタイヤが床につくことはありません。こちらの対応している機種なんですけど、ロードバイク、シクロクロス、グラベルバイクと様々なものに対応しております。対応のタイヤの幅、ここの銀色の部分ですね、前輪が乗っかる部分ですねが対応しているのが 40mm までとなっております。対応の BB の幅っていうのも決まってまして、 51mm 以上ないと、このスタンドに乗せることはできません。 51mm 以下のものの横置きスタンドっていうのもまたありますので、よかったら概要欄に載せておくので、黒盛りとか細いフレームを使っている方はそちらのご購入を検討してください。はい、ということでね、実際に使ってみたいと思います。まずはリムブレーキのモデルから使ってみましょう。はい、カーボンフレームのロードバイクになります。はい、先ほど説明したように地面にタイヤが接していない状況で BB を支えているタイプとなります。見た目もこういう風に、どうですか、綺麗にディスプレイされてて、いい感じだね。はい、いい感じです。なんか意外なところに乗ったって感じ。後輪がフリーになってます。要は後輪がですね、浮いてる状態なので、こういう風に変速調整、変速調整だったりとか、あとはチェーンの注油作業。実はこのスタンドはですね、水洗いも大丈夫っていうことです。なのでもし、お庭とかにね、水出す、ホースとかある人だったら、外でジャーって洗車してもいいと思いますし、後輪がフリーになってるんで非常に洗車はしやすいと思います。ない人でも、例えばこういう水なし洗車ですね、水なし洗車こういう風にかけていただいても全然、大丈夫です。で、この IWA1 にはこのマジックテープがついてます。マジックテープをダウンチューブのところにこうやって巻いていただくと、まずこうやって脱落ですね、脱落防止になります。なのでできましたら、簡易メンテぐらいならいいと思うんですけど、激しい動きをする変速調整、こういう激しい動きをする変速調整だった場合は、必ずこのベルマジックテープを、使用して、しっかりとダウンチューブ BB を固定して使っていただくことをおすすめしています。おすすめというか、やってください。ディスプレイスタンドにもなって、ドライブトレインのメンテナンススタンドともなる IWA1 となっております。で、こちらにはオプション品がありまして、こういうものがあります。これはフォークサポートっていうものになります。別売りです。はい、このフォークサポートも実際に使ってみたいと思います。これをすっぽり入れます。で、ここのネジをつけることによって、はい、これがもう外れなくなるわけですね。これはクイックリリース用のアダプターになります。クイックリリースアダプターがない状況だと 12mm のスルーアクスル、が入ります。クォーターはクイックリリースなので、今からつけたいと思います。フォークサポートにはさらにマジックテープがついてます。なので、2箇所とか固定するとより安定するかなと思います。はい、とこんな感じで、前輪を外した状態でも、メンテナンスすることができます。これが別売りのフォークサポートですね。こういう感じで、こんな感じですね。こうやってしっかり固定はされてるかなっていう、地震が起きてもよっぽど
まあ大丈夫そうですね。まあ、この使い方をする際はもうマジックテープは絶対にして作業してください。ちょっと私のまあ感想を簡単に述べさせていただくと、おそらくBB 周りってそのメーカーさんによって形状が違ったりとか、左右まあ均一ではない形状のものもあると思います。それによっては、この乗せるのができない可能性もあると思いますし、不安定になる可能性があると思います。まあ 51mm 以上あれば多分乗せることはできるんですけども、こういったマジックテープとかで、その場合は固定した方がいいと思います。まあ大切な愛車が倒れるのを防ぐために、ちょっとそこだけは手間ですけど、マジックテープで固定した方が、より安心かなっていうのは個人的な印象です。あとは、フォークサポート。フォークサポートはこの動画で初めて使ってみました。ちょっとつけるのコツいるかなっていう感じしましたね。ちょっとまだ私慣れてなかったので、一人でやる際はちょっと注意が必要かなと思います。はい。クォーターの形状をちょっとお見せするんですけど、クォーターは結構ですね、BB 周りっていうのが、まあ特殊な形状してないっていうか、まあ左右均等な形状してるので、乗せただけでも安定する方だと思います。この使い方をする時の、状況って、水平にはなるよね、車体が。割と水平に近くはなる。ということで今マミから質問あったんですけど、フォークサポートを使う意味っていうことですね。そうですね、フォークサポートを使う意味としては、まあ個人的に分かってることだけ言うと、まず、洗車の時、こっちの方が安定してます。ズバリ言うと、先ほどの前輪だけ挟むっていうのは、ここの金属の間にちょっと挟んでるだけなんですよ。なので、どちらかというと、こっちの方がバッチリ、こっちもこっちも固定されてるので、もう倒れづらいですね。なので、こういった水洗い洗車とか、あとこのフォークラを洗ったりとか、そういった時にすごく便利です。はい。間違いなくフォークサポートをつけた方が安定性は増してます。ただ、普段ですね、なんていうかな、普通の変速調整とか、そういうことするだけだったらわざわざつける必要はないかなとは思います。まあ、洗車重視の人とかは使うといいかなと思います。今、マミみたいにご質問があったので、まあ、他にも多分あると思いますので、メーカーさんの方にちょっと聞いてみたいなと思います。概要欄とか、まあ、コメント欄、チェックしていただければ、その製品の、補足説明とかも入れてますので、よかったら見てください。じゃあ最後にね、まあこれ1個だけじゃないですか。まあ我々自転車たくさん持ってるので、何か条件に合ったものをつけてみましょう。先ほど言ったようにタイヤ幅が 40mm 以下で BB 幅が 51mm 以上っていう条件のものだったら、これを対応してるはずですね。ディスクブレーキ、グラベルロード持ってきました。BB の形状が左右非対称なんですね。ちょっと防犯登録貼ってあるんで、あんま映せないですけど。じゃあこれはどうなのっていう話ですね。一応条件は満たしてます。タイヤサイズも今、グラキンの38。C を書いてます。グラキン？グラキン。なのでやっぱりさっきのクォーターよりは乗せづらいですね。安定感がっていう意味では。ただ見てください、はい、もうこうやってもう乗せれます。 BB のところちょっと安定してないですね。乗せ方の問題、乗せ方の問題とかではないですね。なので3T エクスプロードの場合だと、もう絶対にこれないと怖いです。正直こう長めのやつ最初から IWA1 に付いてるんですよ。なので、結構こういう、これ結構極太なんですよね、ダウンチューブが。うん。これでしっかりとここの部分、金属の部分って言いますか、BB サポートの部分を。結構稼働するんですね。はい、稼働するんで。まあこうすれば。まあ、フィットしたね。フィット。エクスプローラーはちょっと特殊なやつ出してきちゃったね、今。
やっぱり BB の形状も結構重要でして、ドライブトレイン側、ノンドライブ側が形状違うやつについては乗せることはできます。乗せることはできるけど、メンテナンススタンドとして使うにはちょっと不安がある。まあというのもこれ引っかかりますね。引っかかったりとかする可能性があるので、購入の際は、そこの自分の愛車のしっかり裏側をチェックしてください。ということでね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。